はい、猫と飼い主です。今回はチワワン伯爵がボスの N1 グランプリ極むずを攻略していきたいねんけど、チワワン伯爵は3連続攻撃から繰り出される吹っ飛ばし攻撃がめちゃくちゃ厄介やから、吹っ飛ばし攻撃に耐性がある強いキャラおらんかな。私に任せな、猫と飼い主。え、もしかして今のデスハーデス？そうだよ、デスハーデスだよ。私は創造の果実を借り、すべての業を救済する、罪深き命を常闇へと誘う冥界の大いなる神だよ。私デスハーデスは吹っ飛ばし、遅くする、ワープ、毒撃を無効にする能力があるから、チワワン伯爵の吹っ飛ばし攻撃も余裕で耐えられるよ。マジかデスハーデス、めちゃくちゃいいやん。しかもデスハーデスはニャンコ軍団の中で一番体力があるキャラやし、即採用や。頼んだでデスハーデス。おお、任せな、猫と飼い主。ほなあと一体どないしようかな。おっと猫と飼い主、私デスハーデスは冥界の大いなる神、私だけでチワワン伯爵くらい倒せるよ。まああと1体入れた方が良さそうやけど、確かにデスハーデスだけでもいけるかもな。ほなデスハーデス、チワワン伯爵を倒してくれ。はーい、よし、早速チワワン伯爵を私デスハーデスがメタメタのボコボコにしていくよ。ちなみに私デスハーデスのレベルは30のプラチが3だよ。あんま調子乗んなよデスハーデス。俺はチワワン伯爵、宇宙歴1196年、画家の息子として生まれ、類まれな努力家で伯爵の地位まで上り詰めた芸人でボケ担当のチワワや。ちなみに相方はプドール夫人で、弟のペロは宇宙ナンバーワンホストで有名やねん。おいデスハーデス、冥界の大いなる神かなんか知らんけど、俺チワワン伯爵の3連続攻撃と吹っ飛ばし攻撃で冥界に返したるわ。私デスハーデスは吹っ飛ばし無効の能力があるよ。なに、そんな能力あるんかい。まあそれはそれでいいわ。お前デスハーデスは知ってるか知らんけど、このステージは俺チワワン伯爵以外にも強いキャラがおるねん。それはカンガルー軍団や。俺チワワン伯爵とカンガルー軍団でメッタメタのボコボコにしたるわ。行くぞー。うわー、チワワは可愛い。あー、やられた。チワワの可愛さはワンコ界で一番や。ごめん、負けてもた、猫と飼い主。いや、めちゃ素直。どんな言い訳してくるか気になってたけど、めちゃくちゃ素直に謝ってきた。冥界の神めっちゃいいやつやんけ。なんかゾンビなカンガルーとエイリアンなカンガルーがやばかったから、ゾンビとエイリアンに強いキャラを入れてくれ、猫と飼い主。オッケー、じゃあ交流皇帝ガングリオン、お前に任せた。よっしゃ、俺交流皇帝ガングリオンに任せとけ、猫と飼い主。いや、ありがとうね、交流皇帝ガングリオン、今日はよろしく。あ、はい。ちょ、猫と飼い主、デスハーデスってこんな下から来る感じなん？神様やし、もっと横柄な態度取ってくるかと思ってた。それな、俺もびっくりしてんねん。まあお前らでチワワン伯爵を倒してくれ。はいよ、任しとけ。よし、今回は交流皇帝ガングリオンと協力してチワワン伯爵を倒していくよ。また来たんかデスハーデス。何回やっても俺チワワン伯爵とカンガルー軍団のコンビネーションには勝たれへんぞ。おいデスハーデス、助けに来たぞ。俺は古流皇帝ガングリオン、解き放たれる光の一撃で道を阻む者を葬り去る、古流石の力により真の姿へと変貌を遂げた古流帝王や。俺古流帝王ガングリオンはエイリアンとゾンビにめっぽう強い能力がある。この能力でカンガルー軍団を倒して、お前チワワン伯爵も倒したるわ。やれるもんならやってみれよ古流帝王ガングリオン。古流か帝王か知らんけど、チワワが一番可愛いや。お前らニャンコ軍団を壊滅させたるわ。行くぞー。うわー、チワワが最強や。あー、チワワを愛せ。ナイス交流皇帝ガングリオン、お疲れ様です。問題です。エイリアンを吹っ飛ばす能力があるのはどっちでしょうか。正解は流水の精霊水マリンでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。洗脳されし猫ドラゴンより俺狂乱の猫ドラゴンの方が強いぞ。いや、狂乱の猫ドラゴンより僕洗脳されし猫ドラゴンの方が強いから、行くぞ。あー、僕
は洗脳されし猫ドラゴン。単発だけなら攻撃力はピカイチ。悪の洗脳によってグラフィックが邪悪になった幻想世界から君臨した遠距離型キャラや。僕、洗脳されし猫ドラゴンに遠距離攻撃は任しとき。なに調子乗ってるねん、洗脳されし猫ドラゴン。俺は狂乱の猫ドラゴン。単発だけなら攻撃力はピカイチ。狂乱となることでグラフィックが向上した。幻想世界から降臨した遠距離型キャラや。遠距離攻撃は洗脳されし猫ドラゴンじゃなくて俺、狂乱の猫ドラゴンに任せろ。はぁ、みんなは知ってると思うけど、こいつ狂乱の猫ドラゴンより僕、洗脳されし猫ドラゴンの方が攻撃力と体力が高いから、絶対僕、洗脳されし猫ドラゴンの方が強いから。あとからニャンコ軍団に入ったくせに調子乗んなよ、洗脳されし猫ドラゴン。そこまで言うなら日本編3章の西表島を神様使ってどっちが早く攻略できるか勝負しようや。おお、やったるわ、行くぞー。よっしゃ、ほな洗脳されし猫ドラゴンより先に俺、狂乱の猫ドラゴンが日本編3章の西表島を攻略していくで。てかほんま洗脳されし猫ドラゴンクソ生意気やよな、こいつの方が後輩やのに。はいはい、ちょっと先にニャンコ軍団に入ったからって先輩ずらしすぎやねん、狂乱の猫ドラゴン。ニャンコ大戦争の世界は強いやつが正義や、先輩後輩とか関係ないねん。しかも僕、洗脳されし猫ドラゴンは青い炎を吐けるから狂乱の猫ドラゴンよりかっこいいし。何言ってるねん、洗脳されし猫ドラゴン。確かにお前は青い炎を吐けてかっこいいかもしれんけど、めちゃくちゃちっこい炎やんけ。俺、狂乱の猫ドラゴンの方が迫力ある炎を出せるから、俺の方がかっこいいわ。トサカついてるし。いや、トサカはそんなかっこよくないやろ。あんま調子乗んなよ、クソドラゴン軍団。お前らなんかに負けるわけないやろ。ああ、めちゃ強いやん。狂乱の猫ドラゴンには負けへんぞ。覚悟せよ。ああ、こいつら最強かよ。僕、洗脳されし猫ドラゴンの方が先にブンブン先生を倒せたな。だからなんやねん、俺、狂乱の猫ドラゴンが先にクリアしたるわ。行くぞー。うおー。僕、洗脳されし猫ドラゴンの勝ちや。やられた。今回は狂乱の猫ドラゴンの負けや。でも次は負けへん。いや、進化後で勝負や。問題です。猫とカオルくん、勝つのはどっちでしょうか？正解は、猫でした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺はワンコ。なんか最近を守るワンコや。なんかニャンコ軍団に女子高生が仲間になったらしいねん。マジでふざけんなよ。なんでニャンコ軍団に入るねん。ワンコ軍団に入ってくれたらめちゃくちゃいい待遇にするのに。まあ、ニャンコ軍団に入ったならしゃあない。どんな可愛い子でもボコボコにしたるわ。いや、想像以上に可愛いやんけ。なんでニャンコ軍団に入ってもうたねん。めちゃくちゃワンコ軍団入ってほしかったわ。セーラー服に明るめの茶髪ロング。日本刀、可愛いとかっこいいが大渋滞してもうてるねん。まあ、でもこの子は敵やから倒すしかない。いくぞー。強さも兼ね備えてるんかい。ゾンビサイクロン、あとは任せた。任すとけ、長崎県のワンコ。その女を玉砕してやるわ。俺はアンデッドサイクロン。近づくもの全ての命をかき取ることで自らの命を何度でも蘇らせる。戦いに敗れた者たちの怨念が集まってできたサイクロンや。俺の蘇生能力はゾンビキラーで阻止することができるけど、あの女はメタルな敵に超打たれ強い能力があるからゾンビキラーはないはずや。早く出てこい、今日魚の方。私は草刈り猫。本来の用途を知らず使っているが、格好は様になっている。ネット通販で強そうなマシンを購入したニャンコや。なんか、アンデッドサイクロンが京坂七穂ちゃんと戦おうとしてるらしいけど、そんな簡単に京坂七穂ちゃんと戦われへんぞ。まず私、草刈り猫を倒すんやな。まあ、私のごくたまにゾンビの動きを止める能力で何もできずに負けるやろうけど。あんま調子乗んなよ、草刈り猫。お前みたいな雑魚に興味はないねん。早く京坂七穂を出せ。無理ー。まだ京坂七穂ちゃん呼んであげへん。てか私、草刈り猫が雑魚いとか言ってるのに動き止められちゃってたやん。あー、うっとうしい。早く出てこい、京坂七穂。おい、草刈り猫、助けに来たよ。私は京坂七穂、守り刀ほのかで妖魔を倒す使命を背負う。趣味の散歩で異世界から訪れた好奇心旺盛な少女だよ。やっと出てきやがった、京坂七穂。お前よくも長崎県のワンコを倒してくれたな。長崎県のワンコの代わりに俺、あん
ンデッドサイクロンがお前をボコボコにしたるわ。覚悟せよ。君、アンデッドサイクロンは敵だけど仲間思いで好きになっちゃいそう。だから私も戦いたくはない。でも大切なニャンコ軍団を守るために戦うんだ。私、京坂七穂も手加減なしで君、アンデッドサイクロンを倒しに行くよ。覚悟しな。おいみんな、助けに来たぞ。俺は滅殺ハヤブサ、黒曜の鎧を身にまとい闇を走るエネルギーコアの力を極限解放した忍者だ。俺のたまにゾンビを吹っ飛ばして遅くする能力とゾンビキラーでメッタメタのボコボコにしてやるよ。あと京坂七穂ちゃんはこう見えてゾンビキラー持ちやで。そうなん？全然知らんかったねんけど。ほな俺倒されても蘇生できひんやん。この状況めっちゃヤバいやん。私も自分にゾンビキラーがついてることにびっくりしてるんだよね。私のゾンビキラーで倒しちゃうよ、アンデッドサイクロン。くそ、これはヤバいな。でも長崎県のワンコのためにもやるしかない。いくぞ。うわー、負けてたまるか。クソったれ。仲間思いの優しい敵だったね。そうやな。 1.1 万人が投票したニャンコアンケートの結果発表。マキシマムファイターと総演武猫魔剣士、どっちが強い？マキシマムファイターの勝利。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。俺はブンブン先生、体罰を愛情などと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生や。今日もこの拳でニャンコ軍団をボコボコにしていくで。何調子乗ってるねんブンブン先生。僕はキングネコインゴット。なんと金塊猫たちが合体していく。金塊猫はキングネコインゴットになってしまったんや。僕キングネコインゴットは浮いてる敵に打たれ強い能力がある。この能力でお前ブンブン先生の拳を耐えまくったるわ。耐えまくってどないすんねんキングネコインゴット。お前のカスみたいな攻撃じゃ俺ブンブン先生は倒されへんぞ。攻撃は任せなキングネコインゴット。俺はウルトラケサラン、猫なのか巨大先進ヒーローなのか全く正体不明の謎のキャラクター。俺ウルトラケサランはメタルな敵以外の敵を吹っ飛ばし敵の動きを止める能力がある。この能力でブンブン先生をぶちのめすよ。やれるもんならやってみるよウルトラケサラン。この拳で返り討ちにしたるわ。いくぞ。うおブンブンアタック。キングネコインゴット硬すぎ。スペースサイクロン、こいつを倒してくれ。はい任しとき。ブンブン先生、俺はスペースサイクロン、近づくものすべてを崩壊させるブラックホールより生まれし宇宙のサイクロンや。おいキングネコインゴット、俺スペースサイクロンはエイリアンな敵。お前の浮いてる敵に打たれ強い能力は意味ないぞ。いやお前スペースサイクロンはエイリアンな敵と浮いてる敵の2つの属性あるやろ。あほんまや、すっかり忘れてたわ。でもそんなん関係なしにぶっ倒したるわ。そんなことはさせないよスペースサイクロン。私は流水の精霊王水マリリン。天の川を水源とする水柱はバリアを貫く力を持ち、エイリアンに打たれ強く吹っ飛ばして動きを遅くする能力がある。星座をも洗い流す強大な力を手にした流水の精霊王だよ。私流水の精霊王水マリリンの攻撃とキングネコインゴットの守備であなたスペースサイクロンを倒しちゃうんだから。おおやれるもんならやってみろ流水の精霊王水マリリンとキングネコインゴット。くるくるアタックで返り討ちにしたるわ。行くぞ。うおくるくるアタック。こいつら強すぎ。僕キングネコインゴットは第三形態になったら毒液無効の能力を手に入れることができるで。チャンネル登録高評価よろしく。俺は極炎鬼ニャンマー、究極の強さを欲して奈落をさまよい地獄の豪華に焼かれた狂気のキャラクターや。俺極炎鬼ニャンマー単体攻撃を極めた最強キャラ。このステージは裏切り者の狂乱の猫トカゲが出てくるらしいけど、このコンボでメッタメタのボコボコにしたるわ。なめんなよ極炎鬼ニャンマー。俺は狂乱の猫トカゲ、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることでグラフィックが向上した単発だけなら攻撃はピカイチな遠くの敵を攻撃できるドラゴンや。お前極炎鬼ニャンマーより強い単発
攻撃で返り討ちにしたるわ。いや無理に決まってるやろ、狂乱の猫トカゲ。てかお前はドラゴンじゃなくてトカゲやろ、名前にトカゲって入ってるし。はあ、何言ってんねん極縁機にゃんま。確かに名前にトカゲって入ってるけど、火吹けるトカゲがどこにおんねん。俺狂乱の猫トカゲは火吹けるからドラゴンやねん。あーもう分かった分かった、ドラゴンやな。なんやその適当な反応。そんな適当な反応したことを後悔させたるわ。行くぞー。うおードラゴンの炎アタック。あーやられた。次は本物のドラゴンになって勝負や。ふう、狂乱の猫トカゲは全然大したことなかったな。なんか倒された時に次は本物のドラゴンになって勝負やとか言ってたけど、本物のドラゴンになったところで勝たれへんぞ。それはどうかな極縁機にゃんま。俺は大狂乱の猫キングドラゴン、狂乱の猫トカゲから進化して本物のドラゴンになってドラゴン界のエリートまでどもりつぶた遠距離型キャラや。お前極縁機にゃんまごときぶっ倒したるわ。お前がニャンマさんに勝てるわけないでしょ。私は猫カンカン、過激すぎる踊りで某ダンススクールを退学になった挑発的かつ刺激的なダンサーよ。私猫カンカンは激レアのニャンマって言われてるの。激レアのニャンマの私猫カンカンと火力お化けの極縁機ニャンマでお前大狂乱の猫キングドラゴンごときぶっ倒しちゃうわよ。なめんなよ猫カンカン。確かに極縁機ニャンマは強いけど、お前猫カンカンは意味わからん踊りしてるだけやろ。お前ら猫カンカンと極縁機ニャンマをまとめて俺大狂乱の猫キングドラゴンの炎で焼き尽くしたるわ。行くぞ。うおー、大狂乱ドラゴンブレス。あー、こいつらの火力半端ないって。極縁機ニャンマは最強。チャンネル登録高評価よろしく。私は聖者ポプ、大天使を目指して猛勉強中の天使や。私の分厚い本にはお勉強のための心得と他人を蹴落とす真っ黒な裏技が書かれてるね。私はこの本で毒撃攻撃を得得したんや。私の毒撃攻撃は最大体力の 40% のダメージを与えるから、どんなに強いニャンコでも3回攻撃を当てたら倒せるんや。どんなやつでもかかってこい。俺は猫ラーメン堂、実家の豆腐屋も継がずにラーメン屋に就職した素人は黙っとれいが口癖の本格職人や。俺はな、天使属性に打たれ強いからお前聖者ポプーなんか余裕で倒せるんや。甘いな猫ラーメンド。さっきも言ったけど私は毒撃を使えるんや。天使に打たれ強くても関係ないねん。すぐにあの世に送ったるわ。素人は黙っとれ。おい猫ラーメンド、助けに来たぞ。俺はデスハーデス、創造の果実を借り全ての災いを救済する罪深き命を常闇へ誘う冥界の王になる神や。俺はニャンコ軍団の中でも最も体力が多いキャラやねん。だから俺を突破するのは至難の技。お前聖者ポプーに俺を突破できるかな。いやなんか言わすねん。私聖者ポプーは毒撃攻撃を使えるから体力があっても意味ないんです。ほんまにゃんこ軍団はアホばっかやな。あ俺毒撃無効持ってるで。終わった、それは聞いてないわ。まあでもお前デスハーデスが毒撃効かんくても砂ぐりで倒すだけや。俺猫ラーメン堂も毒撃効かんから余裕。いや嘘つくな、めちゃめちゃ効いてるがな。あんま調子のんなよ猫ラーメン。素人は黙っとれ。素人は黙っとれ好きすぎやろ。まあどんな能力があっても全員ボコボコにしたるわ。いくぞー。うおー、地獄に蹴落としたるわ。あー毒撃無効強すぎ。チャンネル登録高評価よろしく。俺は殺意のタンク猫、テンションは最高潮でも攻撃力はスズメの涙な。野生の本能を解放したタンク猫や。俺殺意のタンク猫はまだ正直弱いけど、殺意の猫みたいに会心のタンク猫に進化してみんな驚かせたいな。いやニャンマ出てきたねんけど、自分ニャンコ軍団の殺意のタンク猫やと思ったらワンコ軍団の殺意のタンク猫やったねんけど、まあなんでもええ殺意パワーでぶっ倒したるわ。行くぞー。あーニャンマはバケモン。俺はデビルサイクロン、飲み込まれた魂は悪魔の住む世界に転生するという悪魔的な吸引力で全てを飲み込む悪魔なサイクロンや。こいつらギガントゼウスは確か俺デビルサイクロンのシールドを破壊できるキャラがアヌビスくらいやったよな。ルシファーもいけるんか知らんけど、まあとりあえずこいつらはでかいだけの置物。俺デビルサイクロンのシールドで攻撃を耐えて回転攻撃で全員ぶっ倒したるわ。行くぞ。うわデビ
デビクルクルアタック。ああ、神は偉大なり。俺はワンコ、長さ一軒を守るワンコや。このニャンコ大戦争の世界では裏切りは当たり前やねん。例えばニャンコ軍団のネコバルキリーが未来編2章のボスになったり、ワンコ軍団のジャガンドーがニャンコ軍団に入ったりしてるんや。ほんま世知辛い世界やで。うわ、ネコムート。これはどっちのネコムートや？ニャンコ軍団のネコムートか、ワンコ軍団未来編3章のボスのネコムートか。難しい。ニャンコ軍団が未来編3章クリアできるとも思わへんしな。いや、きっとワンコ軍団のネコムートや。あー、騙された。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録、高評価よろしく。